12レース4号艇の市川哲也選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小島は昨年の年末レース以来ということになりました。今回は2連対率 39% のエンジンを手にされたんですが、前傾の感じはいかがでしたか？そうですね、伸びに関しては良かったと思います。はい、前傾タイム6秒70はこの班の中でも一番いいものだったんですが、プロペラの状態というのはこの特訓ではまだ叩かずに、いえ、乗ってみて、はい、ちょっとあまりにも出足がなさすぎたんでちょっとだけ叩いていったんですけど、はい、まあもらった時よりは多少は良くなったかなぐらいの感じはありました。はい、このエンジンは初下ろしからずっと伸び傾向のものだったんですが、ではこのエンジンの伸びという特徴プラス出足の部分をアップさせていきたいなと。もうちょっとアップさせたいですね。はい、全体的にプロペラで底上げできそうなムードはありますかね？どうですかね。まずはじゃあそのプロペラを叩いての変化を見ながらと。そうですね、はい、はい、近況なんですが、前走の丸亀がフライングということで、はい、今回そのスタートのあたり集中して。そうですね、まあ、小島ちょっとスタート難しそうなんで、はい、まあ、集中していきたいですね。はい、では一節間にかける意気込みをお願いします。はい、いいレースできるよう頑張ります。応援してください。